例、羊崎神社は、宮城県石巻市港にある神社。式内社論社で、旧社格は、県社。北上川の左岸、標高、約250メートルの牧山の頂上に鎮座している。創建年代は不詳。安永元年の法内風土機関の十三では、王神天皇の直によって西国から、港湯、う、竜巻島に鎮座したと述べている。遺書書によれば、 王神天皇2年に神宮皇后の直眼により、枯れン京別神という神名を賜り、東鎮後の神として、押鹿群龍牧山に祀られたと伝わる。神社名の、霊、羊崎は、枯れン京別神にちなむもので、龍牧山は、龍の字が取り除かれて、牧山と呼ばれるようになった。当社は、江戸時代に、名神を起こそ、霊、羊崎神社に否定された。霊、 羊崎神社は、日本三大実録上元元年1月27日の、上に、景気七道所神深海及び新しの部、総267社の一つとして深海が14人下に少女されたことが、記される。また、延長5年の、演技式神明庁においては、名神大社に、別格、同じく、演技式参観には、名神祭の対象者として記載されている。 しかし、その後の資料に例、羊崎神社の名は見えなくなり、江戸時代には論争が起こることとなる。石巻市第2巻によれば、当社は藤原清平より、新宝黄金の竜、笠西清重より、銀竜や真剣など、笠西清常と笠西清宗からは立ち置き信されており、中世において代々領主の数形が扱ったことが伺われる。さらに、 漢文元年には、武家の国印状により、車両古漢文の寄進を受けている。その後、江戸時代中期になると当社が例羊崎神社であるとの説が唱えられるようになった。教法四年に表された、大宇関石門老士官の旧は、牧山を、古の例羊崎神社であると否定した。道書の例羊崎神社の上によれば、仏僧の起承が、 本来の社号をのすみ地名を階級席を失わせた場所の一つなのだという。さらに当時の社党の様子にも触れ、毎年4月と9月の8日には、祭りがあって金剛より、人々が大いに集まり、祭りには、死が経って、飽内いが、盛んに行われたが、越しを設けて、平白を備えるのに人々は、観音の祭りだと思っていたと記している。その牧山観音については、 同書の牧山大比較の像に記述がある。それによれば、次号を十部山町前寺と言い,い、海底から引き上げられたという秘物を本尊とし、本尊の前には、絵心の作とされる像を置いていた。自賃が回帰した、あるいは坂の上の田村麻呂が、矢野湖及び、富山と共に建てた三比較の一つであると、伝えられていると記述している。漢方元年に表された。 法内面積疾患第14も、大関関門老子と同様の記述で例、羊崎神社と、牧山大比較を紹介しているが、例、羊崎神社については、今は、宮社がなくて創始のみになっていることと、毎年4月と9月の例祭が砂城祭と言われている、ことを加えて記している。また、牧山大比較については、事号が十部山町前寺に改まっており、矢野法及び、 富山の比較と合わせ土地の人々は、田村三観音と言っていることが記されている。安永が元年の法内風土期間の13話例、羊崎神社と牧山大比較について最も詳しく記している。まず例、羊崎神社は、現在、白山神社と呼ばれて豊玉彦命を祀っていること、お鹿軍式内社の筆頭で、王子は、王子そであったこと、 港7号の鎮守となっていることを紹介している。さらに、冒頭のように当社の創建を説明し、山内山外に拙者末し者が多数あったとして、それぞれの由緒を説明しているが、これら由緒は、主言者不明陰下の加減で、この家は、先祖が霊、羊崎神社の社主であったのだという。このような理由により、不明陰下は、神事や御しの具部を行っていたが、 法令三年の神事から牧山観音の別当時である朝前寺の丸山法院がグブより不明陰下を排除し法歴十年からは村長を指揮した長善寺が不明陰下が司ってきた神事の旧礼古法をことごとく排除して礼羊先神社神事ではなく白山神事と称するようになった法内風土期間の十三では続けて長善寺は過少年間に 自覚大師が白山権元の身体を作って誕生したといったことから、大宇関関門老師や法内名石師では今は例羊崎神社の旧社がなくて創始のみとなり、それも白山神社と合されているのだと記している。また、同社の牧山大比較の記述では、延暦17年に坂の上の田村麻呂が、 金額とと山の観音と合わせて混流した田村三観音の一つと土地の人々は言っているが、その地は、古の霊、羊崎神社の地で、仏像がその地を奪い霊、羊崎神社の名を隠して、牧山観音と合しているのだと記している。その別当町ゼ寺について、法内風土機関の十三は、十部山本名院長ゼ寺は、武蔵国東映山末寺の天台修寺院で、 延暦年間に、炎鎮が、解散、歌唱年間に、自覚大使が中高して、牧山寺と、諸後市、万寺年間に、栄あり法院が再興した際に長禅寺へ、会合したと紹介している。この最高の祖である、栄あり法院は、当社経大社の栄あり神社に祀られている。これらに加え、法内風土機関の十三の間の村の城では、間の村にも礼。 羊崎神社はあることが記されている。それによれば、間野の例、羊崎神社にあったみこしを牧山に移したところ、仏像の関係で例、羊崎神社の信号まで牧山に奪われたのだという。この間野村の例、羊崎神社と当社の間には、争いがあったことが、いない調子に書かれている。それによれば、不明院下が、牧山の白山宮を例、 羊崎神社であると主張したことに、魔のの漢寿院が激しく抗議、紛争は、班長に持ち込まれた。明は5年2月26日お召し状により、3月3日に、漢寿院の奉仕が、仙台表情所へ、首頭、霊、羊崎神社の銀につき不明院、牧山白山宮と魔の霊、羊崎神社との関係について、尋問を受けた。これに対し漢寿院は、魔の村が、 連年協作続きで社殿の修復も困難になったため昔より設備していた御腰を牧山白山宮へ一時預けたゆえに御腰がもともとは牧山のものではないと申し立てた表情書もこれを認め例羊崎神社を間野村の鎮守として採取するよう判定を申し渡し漢樹院の主張が守備よく聞き届けられたのだという明治に入ると神仏分離により 秋山観音は、明治3年住職がまた飾りして、礼、羊崎神社と呼ばれるようになった。本堂は、拝殿圏本殿とされ、安置されていた本尊は、長禅寺寺院の売経時に移されたが、後の火災で消失している。明治7年近代社格制度において校舎に列せられ、その後、新鮮兵白領とも新社に指定された。昭和3年に、現在の本殿を新築し、 それまで兼用としてきた旧本堂を拝殿にあけて,ている。昭和17年建社に昇格、昭和27年に石造明神鳥居を新たに造営した。平成23年3月の東日本大震災では、当社が鎮座する牧山の麓まで津波が押し寄せたことから、付近住民の一部が高台の当社へと避難してきた。このため、 経代社の栄あり神社の社殿前は一時避難所となっていた。社殿拝殿内部拝殿入り口の上には、和峰山町全寺の変額、拝殿内部には、大山白馬の図と、大山黒馬の図が奉納されている。和峰山町、全寺変額と2枚の大山は、石巻市指定文化財となっている。一の鳥居は、牧山南側の国道398号の、 大寒崎ほどお橋そばに所在する。そこから、牧山山頂の霊、羊崎神社へと参道が続く。三好神社、道祖神社、古武木稲荷神社は、社殿西側から栄あり神社へ向かう、見保荘の参道沿いに鎮座する。所在地、ありがとうございます。